こんにちは。フェイスブックブロックをふわっと外して月収2倍になるコーチの田中優子です。よろしくお願いします。今日はフェイスブックを書きたいのに書けない人のための3つの処方箋ということについてお伝えさせていただきたいと思います。フェイスブックってどういうツールかっていうと、SNS ツールの中でも一番人目が気になるツールです。だって友達の輪でしょ、だからすごく人目が気になるの、だからもうすでにね頑張ってるんだよね。だってね、思い出してみて、中学生の頃、私ってこんなことが好きなのって中学生の友達の中で叫んでると想像してみてください。そうすると恥ずかしいでしょ、怖いでしょ、何言われるか分かんないよね。そんなことを実は Facebook でやってる感じなの。だからもうやってるだけで実は頑張ってるんだよね、私たち。なので1番、向き合ってる自分をまずは褒めてあげてください。自分のことを褒めてあげる、認めてあげるって実はね、他の誰もできないこと、自分しかやってあげられないことなの。だって自分のことって自分が一番よく分かっていますもんね。だからそこを自分がやってあげてください。自分が自分のことを頑張ってる、たとえ結果が出てなくてもです。そこは大事。なぜかっていうと、結果が出る前ってね、カエルがジャンプする前みたいにこう踏ん張ったり頑張ったりするやっぱ時間がどうしても必要なの。だからそこ、今もうちょっと結果出す前に頑張ってるんだっていうことを自分が自分を認めてあげて褒めてあげてください。そうすればやっぱり自信とかが湧いてきてね、輝き出すの、その人が。そうすると Facebook でもキラキラ輝けるようになるんです。なのでここが一番すごく大事なこと。でそうすると、2番でも言えることが、 Facebook 書きたいのは書けない状況って、だから頑張ってるのね。なのにそれ以上しっかりやんなきゃとか、ちゃんとやんなきゃって思わない。ついでとか合間に投稿する、さらっと、なんとなくでいいです。最初はね、写真があったりとかこうやったりとかいろいろあります、スキルは。でもそれ以前に書けない状況の時は、ついでとか合間にさらっとやることが大事です。で3番は慣れることが大事です。最初も言ったけれど、 Facebook 投稿って友達の輪で私ってこんなこと好きなのとか叫んでる状態、それって怖いだからこんなことつぶやいても大丈夫なんだって慣れることが大事で、その時はね写真で自撮りとか大事、なんだけど、それはちょっと置いといて、もうつぶやきからでいいから、慣れることが大事。慣れて、こんなことつぶやいても平気なんだなっていう感覚を積み重ねていけば、そして自分が自分のことを褒めたり認めてあげていけば、輝き出すから。その時にね、自撮りとかこう今だと思う時来るからね、その時やれば OK。そんな感じです。で、メンタルブロックの外し方とかね、その対策方法っていうのは別の動画でお伝えしてますので、そちらももし気になる方見てみてくださいね。最後まで